ゼロ戦大好き、ゆっくり霊夢だよ。エンプラ大好き、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ウプ主が好きな日本志望ゲーム10選を紹介するよ。あくまでもウプ主の個人的な好みだから、その点がご了承いただきたいぜ。なお、前回、前々回までで10位から3位まで紹介したよ。過去動画を参照してほしいぜ。今回は第2位からだよ。またもや関ヶ原だな。日本史のゲームは、90% 以上が戦国時代で、そのうちの約3分の1が関ヶ原のゲームだというデータもあるね。このゲームは、慶長5年9月15日の関ヶ原決戦そのものを扱った作品だよ。1兵 X は数百メートル、1ターンは約30分に相当し、1ユニットは300から400名の兵員を表しているよ。このゲームは1988年に当時の佃ホビーから発売されたけど、2023年にゲームジャーナル誌の別冊ゲームとして発売されたよ。だから現時点でも比較的容易に入手可能だよ。基本システムはどうなんだぜ？移動、防御射撃、戦闘、これを相互に繰り返すパターンだよ。驚くほどシンプルだな。しかもこのゲーム、スタックは禁止なので、スタックの中を調べる手間がないのもいいよ。戦闘には射撃戦と白兵戦があり、戦闘結果はいずれか一方の全滅または指揮チェックという形を取るよ。なお、当然ながら射撃戦では射撃側に損害が出ることはないよ。指揮チェックがあるということは、指揮地もあるのか？あるわね。皆さんの予想通り、石田隊、浮田隊、黒田隊、福島隊あたりは敷地が高く、小西隊、小早川隊や東軍の中小大名部隊は敷地が低いよ。ユニットの中でも武将本人を含むユニットは、他の量産型ユニットよりも敷地が高く、例えば島左近なんかは敷チェックは必ず成功するよ。島左近を止めるには射殺するしかないな。マップはフルマップ2枚、松尾山、南宮山を含めた戦場一帯を含んでいるよ。ちょうどこんな感じだね。戦場はマップの西半分だな。そうね。東半分には毛利や長宗我部といった防寒武将、防寒武将を見張っていた池田や山内といった部隊が展開しているよ。1ユニット300から400名ということは、ユニット数はかなり多くないか？関ヶ原に参加した兵力は両軍合わせて20万近くになるから、単純計算でもユニット数は500個以上になる計算だぜ。そうね。さすがに500個ということはないけど、ユニットが多いのは確かね。例えば徳川家康本隊は、80個近いユニットからなる大部隊。西軍最強の浮田隊も40個以上のユニット数を誇っているよ。関ヶ原といえば裏切りだけど、裏切りルールはどうなっているんだぜ？裏切り表を見てダイスを振り、裏切りが発生したかどうかを判定するよ。事前の根回しはルール化されていない、ということか？そうね。事前の根回しを含めた形で裏切り表が作られているよ。だからダイス目によっては小早川秀秋が西軍側につくこともあるし、そうなった場合には毛利や長宗我部といった日和見武将も西軍側に立って参戦するよ。運のしゲームじゃないのか？盤面の状況によって裏切りのダイス目に修正がつくので、必ずしも運のしとは言えないけど、裏切りダイスの影響が大きいのは確かね。そういった意味でこのゲームは、純粋に勝敗を競いたいプレイヤーには向かない面があるよ。あと難点を挙げると、島津の的中突破ルールがやや過剰な感があるのよね。島津の軒口というやつか？そうね。戦況が西軍不利になると島津は的中突破を試みることができるのだけど、それが不服無視、戦力2倍なので、普通に戦っても止めようがないのよね。それが素直に伊勢街道へ行ってくれれば、東軍としても無視すればよいだけなんだけど、このルールを悪用すると、家康の首を取れたりする場合があるのよ。どうする？家康。まあ架空戦大好きアドテクノスらしい味付けではあるんだけど、ちょっと聞きすぎかな？このゲームを2位に選んだ理由を教えてほしいぜ。ビッグゲームのダイナミックさを誰でも気軽に楽しめる点を評価したよ。フルマップ2枚、カウンター数百個の言うのは、当時の感覚では十分にビッグゲームだけど、本作はビッグゲームでありながら、ルールのシンプルさとプレイアビリティの高さで、誰にでも楽しめる関ヶ原合戦ゲームになっているよ。ふむふむ。ビッグゲームでありながらも二人で十分にプレイできるし、多人数対戦をみんなでプレイするのも楽しい。その気になれば1日のプレイで決着の見えるところまで十分にプレイできる。関ヶ原というメジャーテーマ、誰でもプレイできる敷居の低さ。その上でビッグゲームの魅力を兼ね備えた作品。そんなところか？まあそうね。純粋な対戦ゲームとして見た場合はやや不向きな面もあるけど、そういった点を差し引いても十分に楽しめる作品だと思うわよ。第1位に行く前に、惜しくもベスト10の選考に漏れた作品を紹介するぜ。以下は順不同で紹介するね。説明の関係から、まず太平記を紹介するよ。太平記？南北朝時代のゲームか？太平記は SS シリーズの1作で、1990年に出版された作品だよ。2001年に旧ゲームジャーナル63号の付録ゲームとして再版されたね。再版も20年以上前になるんだな。
太平記は、南北朝の騒乱を戦略級で描いた作品で、武将の裏切りと遅延、後継者の扱いが面白いゲームだよ。これは太平記のシステムで信長包囲戦を扱った作品だよ。最初にダブルチャージという雑誌の付録ゲームとして発表された作品で、2006年にコマンドマガジン69号の付録ゲームとして発売されたよ。太平記システムで信長包囲戦を戦えるというのは惹かれるな。このゲームの面白いところは、同じシステム、ルールで信長包囲戦だけではなく、秀吉による天下統一戦とか、秀吉亡き後の家康と半家康勢の戦いもプレイできる点だよ。昔のパソコンゲームでそんなシナリオがあったよな。獅子の時代？これは幕末期を扱ったゲームね。プレイヤーの立場は幕末史を裏で操る黒幕という立場なんだけど、シミュレーションゲームとして考えると、ちょっと、だけどゲームとして見るとめちゃくちゃ面白いわよ。どんなゲームだぜ？プレイヤーは幕末の獅子たちを競りで獲得し、その獅子たちを使って様々な工作をして影響力を競い合うゲームだよ。坂本龍馬とか近藤勇とか西郷隆盛とかを自分の配下にできるのがいいよな。2022年10月に国際通信社から新版が発売されたので、現在でも容易に入手可能な作品だよ。これは知っているぜ。戦国大名は1983年に発売された多人数ゲームね。プレイヤーは戦国大名の一人になって天下統一のために覇権を競うよ。典型的な国取りゲームだな。この種の国取りゲームとしては最初期の作品だね。発売当時としては吉祥札というカードを使う点が珍しかったよ。八王子城には行ったことがあるぜ。確か高尾駅の近くにあるんだよな。八王子城攻城戦は、城攻めを扱ったシミュレーションゲームだよ。作戦級ゲームや戦略級ゲームで城攻めのルールは多いけど、城攻め自体を扱ったゲームというのは結構珍しいわね。この八王子城攻防戦は、秀吉の小田原征伐の途上で実施された八王子城合戦を再現したシミュレーションゲームで、上杉景勝、前田慶次、真田信繁といった有名武将が参加している。ゲーム発売当時に NHK で直江兼続を主人公とする大河ドラマが放映されていたので、そこを狙った作品という説もあるよな。ボックスアートの真ん中に描かれているのが直江山城だしね。このゲームは、ゲームジャーナル32号の付録ゲームで、関ヶ原の戦いを作戦級で描いた作品で、機内一帯と美濃、尾張一帯がマップに収められているよ。地図の範囲点下強奪とほぼ同じだな。基本システムはシンプルで、デッキを組んだカードを1枚引き、カードに相当する陣営が行動を起こすよ。裏切りなどもカードで再現されているので、ルールに悩まずにプレイできるのがいいよ。ただゲームエンドが指定されていないので、千日手になってしまうことがあると言われているな。これはいわゆるエポック関ヶ原だな。関ヶ原を扱った古典的な作品だね。関ヶ原の合戦を作戦級で描いた作品なんだけど、カードで恩賞を約束し、武将を裏切らせるところが特徴だよ。恩賞札を裏面にして積んでいくので、カードを多く積んでブラフを仕掛けるとかできるぜ。そのあたりがエポックゲーム的よね。このゲームは非常に人気が高く、一部では戦国ゲームの中では最高傑作の一つとも言われている作品だよ。大阪夏の陣における天王寺口の戦いを扱った作品だよ。真田信繁最後の戦いだな。このゲームは先に挙げた激闘関ヶ原と同じシステムを採用しており、鉄砲と槍兵との諸兵科連合効果がうまく再現されているよ。激闘関ヶ原と比べて鉄砲隊の火力がより凶悪になっているな。大阪の陣の頃の方が関ヶ原の時よりも鉄砲装備率が向上している、ということなのかもしれないわね。このゲーム、勝利条件にやや難があり、大阪側が守りに徹すると家康側が勝利するのが難しくなるのよね。ゲームとしては正しい戦術なんだけど、真田幸村最後の突撃を実施する動機づけが弱いのがちょっと残念ね。このゲームは秀吉軍記と同じ戦国群雄伝シリーズの一作ね。戦国群雄伝シリーズの中では後期の作品で、ルール的にもゲーム的にも成熟されているよ。戦国群雄伝シリーズは傑作揃いなので、どの作品を選ぶか迷うよな。九州三国志は九州における島津、大友、雄三寺の三者の戦いを3つのシナリオで再現するゲームで、どのシナリオもバランスが良く、楽しめる内容になっているよ。2019年にゲームジャーナル72号の付録ゲームとして再版されており、現在でも入手可能だよ。戦国の一番長い日は、1989年に佃ホビーから発売された作品で、戦国群雄伝シリーズ最後の作品だよ。テーマは関ヶ原の戦い。
北は伊豆、山形、仙台を含む東北地方の過半、南は九州全域を含むほぼ日本本土全域で関ヶ原の戦いを再現するよ。マップの広さが半端ないぜ。このゲームは戦国群雄伝シリーズのエクスパンションキットという位置づけになっており、マップの大半は過去の戦国群雄伝シリーズのそれを利用しているよ。ユニットは完全に新規に用意されているけどね。すごいゲームだな。実はウプ主は一度このゲームをプレイしたことがあるよ。どうだったぜ？丸一日プレイしたけど、結構ゲームが進んだわね。二日もプレイすれば完遂できそうだったわよ。それは意外だぜ。当時はマップの広さがネックだったけど、今では公共施設を使った霊界がゲームプレイの主舞台になっているので、マップの広さは十分に解決できる問題よね。そういった意味ではゲームジャーナルあたりで再販してほしい作品だぜ。それではいよいよ第一位を発表するよ。ドキドキだぜ。ウプ主が選んだおすすめ日本史ゲーム第一位は、信長最大の危機だよ。信長最大の危機は、かなり以前に動画を作成したよな。信長最大の危機は、1996年に旧ゲームジャーナル誌の付録ゲームとして発表されたシミュレーションゲームで、2000年代に入ってゲームジャーナル誌の別冊ゲームとして再販されたよ。そこでルールの明確化が図られたんだよな。2009年には、米国 MMP 社から、A Most Dangerous Time というタイトルでライセンス生産されている。アメリカで日本史ゲームがライセンス生産されているのがすごいな。もっとすごいのは、このゲームが2009年に、チャールズ・ロバーツ賞を受賞したことよ。チャールズ・ロバーツ賞というのはなんだぜ？その年に発表された大シミュレーションゲームの中で、最も高評価を得た作品という意味だよ。すごいんだぜ。本作のテーマは元気元年から始まる織田信長の天下統一戦だよ。1ターンは半年に相当し、ゲーム終了は決まっていないけど、だいたい約15年間の戦いを再現するよ。約15年ということは、本能寺の変も含まれているんだな。まあ本能寺の変が起こるかどうかはプレイヤー次第だけどね。光秀に接近しなければいいんだぜ。マップはポイントポイントで、西は水攻めで有名な備中の高松城から、東は武田氏の本拠地である甲府まで含んでいるよ。システムはヒットドリブンで、ヒットを引いた陣営がダイス目に等しいアクション数を行う。その時織田陣営は京都を占領している特典として活性化ダイスにプラス2の修正を得られるよ。さらに織田陣営には活性化キットが2枚用意されており、他の陣営よりも優位に立っているよ。キットが2枚用意されているのは、織田陣営の他は武田信玄と上杉謙信だけなので、これらの陣営が活性化の際に有利になっているよ。やはり有名武将は強いよな。このゲームのもう一つの特徴はカードを併用するところで、武将の裏切りや鉄砲射撃、大返しといった得意な事象をカードを使って表現しているよ。本能寺の変は半織田方がカードを使って明智光秀を寝返らせた、という解釈だな。まあそういうことね。このカードの扱いが面白く、京都を抑えている織田方は毎ターン自動的に1枚カードを確保できるのに対し、半織田方は敵から城を奪うたびにカードを1枚確保できるよ。つまり、どういうことだってばよ。織田方にとってはマップ上が平和であれば有利であり、半織田方にとってはマップ上が荒れれば有利になる。ということは？そう。これは現代戦での政府側と反政府側の非正規戦にも似たイメージで、戦国時代を扱った作品にもかかわらず、戦略的な発想の面で現代戦にも通じる部分があるんだよ。そのあたりはアメリカ人にも評価された点かもな。とにかくこのゲームは単なる国取りゲームながらも当時の政治状況を多層的に捉えている点が特徴的で、シンプルなルールながら考えるところの非常に多い作品だよ。宗教的な側面の再現がやや弱い気がするけど、日本史における宗教の果たした役割を考えると、本作での再現方法は妥当と思えるよね。Here I standとは扱う時代が違うからな。いずれにしてもこのゲームは、戦国時代を扱ったシミュレーションゲームの中では最高傑作と言って良い作品であり、現在では入手困難なことが惜しい作品だよ。機会があれば、ぜひプレイしてみてほしいぜ。それでは、今回のベスト10を最後にまとめておくよ。第10位は、コマンドマガジン78号の天下強奪。第9位は、ゲームジャーナル第2号の戦略級、関ヶ原。第8位は、ウォーゲーム日本史13号の最後の侍西南戦争。第7位は、フランスヘクスアシム社の天下統一。第6位は、スクダホビーゲームジャーナル第52号の信玄上洛。第5位は、スクダホビーゲームジャーナル第62号の秀吉分岐。第4位は、スクダホビーゲームジャーナル第46号の謙信上洛。そしてここからベスト3だぜ。第3位は、天下布武ゲームジャーナル第36号の真田軍記。第2位は、スクダホビーゲームジャーナル別冊の激闘関ヶ原。
そして第1位は、ゲームジャーナル別冊の信長最大の危機だよ。繰り返しになるけど、今回のランキングはあくまでもオープン主の個人的な主観だぜ。絶対的な評価ではないので、注意してね。それでは、ご視聴、ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録お願いします。ウプ主はブログもやっていて、そこではもっと濃厚なウォーゲームネタを公開しているので、ご参照ください。概要欄に URL を貼っておくぜ。それから、このページで扱ってほしい市販シミュレーションゲーム、自作シミュレーションゲームがあれば、コメントください。可能な限り対応します。ただし、ウプ主がプレイしていないシミュレーションゲームはご勘弁だぜ。